ドラゴンボール Z、ドラゴンボール Z 飛びっきりの最強体最強。ドラゴンボール Z 飛びっきりの最強体最強は、1991年7月20日に公開された、ドラゴンボールシリーズの劇場公開作、第8弾である。監督は、橋本光雄。キャッチコピーは、暑さぶっ飛ぶ元気玉。夏、オラと会おうぜ。あいつは、もう悟空ではない。 孫悟空ではない、怒りの戦士、超サイヤ人だ。夏休みの東映アニメフェアの一作品として上映された。同時上映作は、ドラゴンクエスト大の大冒険、マジカルタルル、特訓モエロ。友情の魔法大戦。砲が配給収入14億円。時期的には、劇中で、悟空のやつ、ナメック星から戻ってきてから随分と強くなったと、亀仙人が語っている。 この点からトランクス登場、人造人間出現までの3年間の間の事件で、あることは間違いないだろうと、ドラゴンボール大全集で解説されている。なお、映画公開時点では、原作でもフリーザとの戦いが終わったばかりで、作中で悟空がフリーザを倒したというセリフがありながら、アニメ、ドラゴンボール Z では、ナメック星での戦闘の最中だった。このように、 物語が大きく動いている最中に作られた映画作品である。フリーザの兄クーラは、フリーザが地球から来た孫悟空というサイヤ人に倒されたと聞き、悟空を倒すべく地球に向かった。悟空がサトルハン、クリリン、ウーロン、ハイヤードラゴンたちと警告でキャンプを楽しんでいたところへ、突如、クーラ気候戦隊が襲いかかってくる。悟空は、 クーラの部下であるサウザー、ドーレ、ネーズを圧倒するが、フリーザそっくりのクーラの登場に戸惑う。そこへやってきたサトルハンにクーラが、破壊光線を放つ。直撃する瞬間、サトルハンをかばった悟空は背中に重傷を負い、滝つぼへと落下してしまう。クーラたちのキャラクター紹介は、映画上映前の、週刊少年ジャンプ1991年、第25号に記載された。 いずれも、東映ビデオより発売、ありがとうございます。